まあ本当今日ね、いきなりびっくりしましたけども、まあ、党首討論でね、野田総理がですね、もう解散すると、16日に解散すると、もう言い切りましたからね、本当何回も16日、16日って、まあただこう、いつの16日かっていうのを言ってないんで、本当にその11月16日、あさってなのかね、その例えば来年なのかっていうのが、まあはっきり、とは言ってなかったんですけども、まあもう誰が聞いてもあさって、11月16日に、まあ、解散するっていうことをね、まあ、言ったということで、まあ総理がね、まあ解散するって言ったら、それ解散するしかね、もうないと思うんでね、まあその越石さんね、越石東幹事長もですね、まあ総理が言ったんだから仕方ないと、まあ解散に反対してたんですけども、もう渋々ですね、もう解散するしかないっていうムードがね、もう一挙にできてきましたから、もうこれは何が何でも解散するんだろうなと。まあただね、一方でその一票の格差の問題とかで違憲状態のままね、その、総選挙をやって、その選挙が有効なのかっていうね、そういう問題もあるんですけども、そういうのが何もこう解決しないままその選挙に突入してしまうっていうのはね、本当問題だと思うんですけどね。なんかその、ゼロ増5減ですか、なんかその削減に関しても、そのはっきりと決めへんまま解散するわけですからね、なんか。まあでも、なんやかんや言いながらやっぱり解散するのはね、もう間違いないだろうなと。ただ本当民主党、こんななんか、野田内閣支持率も 20% 切ったりとかしてる中でね、本当に、アホちゃうかっていうね、本当自爆としか思えないというか、だからそんなんだからですね、これからその民主党からですね、離党者も、まだまだ出てくるんちゃうかなと。まあ、今日はなんか小沢先人でしたっけ、なんか、まあ、その人が、橋本さんの維新の会にね、移籍するとかっていうのが出たりとかして、もう早くも、離党者がですね、もう出てきてるということでね、まあでも本当はその12月16日に、投開票っていうことでね、まあその12月16日って言ったら、東京都知事選ということで、まあ僕はこれ宇都宮健二さん、僕は応援してるんですけども、本当に、まあ、ちょうど良かったかなと。まあ、やっぱりその、今度の総選挙は、の争点の一つとして、やっぱり脱原発っていうのはありますしね。まあ、そういう中で、宇都宮さんも、脱原発っていうの、都知事候補っていうことでですね。まあ、まあ、相乗効果があればいいなと、思うんで、やっぱり熱の入れ方もね、いろいろ変わってくると思うんで、やっぱり原発にね、311以降ですね、やっぱり原発問題、脱原発とかですね、その、本当深刻な問題として捉えてる人ね、原発だけじゃなくて、やっぱ放射能の問題ですよね、そういうのもあってですね、やっぱりいろいろ考えてる人は、やっぱ多いと思うんですよね。だからね、本当その、まあ民主党が、自爆的に、解散するんですけども、そうなると、やっぱり、自民党がですね、まあ比較第一党というかですね、まあ自民党を中心とした政権ができるのは、これはもう間違いないだろうなと、思うんですよね。自民党が政権取ったらどうなるかって言ったら、やっぱり原発がですね、推進というか、原発は維持されたままと、民主党の原発ゼロはとんでもないと、言ってた党ですからね。いや、その辺がね、本当に、まあ、これからね、本当にもう、民主党よりもさらに、原発問題に対してはですね、マイナスというか大変になってくると思うんですよね。だからそこをどう、僕たちはですね、やっていくかっていうのもね、やっぱ大きく考えなあかんと思うんですよね。だから僕はね、その、まあ、選挙の投票をするにしてもですね、まあ、比例はね、自分の好きなとこに入れたらいいと思うんですけども、まあ、例えば選挙区ですね、小選、日本というのは小選挙区ですから、やっぱりこの、どっちが勝つかみたいなね、まあ、過去の投票結果とか見ながらですね、まあ、自分でね、まあ、
どっちに入れたら、例えば原発とか、マシンなのかな、みたいなね。まあ、できるだけそういうこう、どっちに入れたら勝てるかな、みたいなね。なんかそういう投票の仕方もありかな、とかって、思ったりするんですけどね。できるだけ原発推進のですね、候補っていうのをですね、やっぱり落とさなあかんというか、通さないようにね、せないかんかなと、最低限ね。まあほんでまあ自民党がね、まあ政権を取るにしてもですね、やっぱり原発反対運動っていうのはね、これで絶対終わらせたらあかんというか、自民党にやったらもっとひどいことにね、もうなるのは確実ですから、まあ、そこをどうやってね、やっていくかっていうのは本当にもう真剣に考えないとね、いけないと思うんですよね。まあ僕は、まあ原発問題にしたらね、自民党がね、その、政権取ったらひどいなと思うんですけども、やっぱまあ選挙区制度ですね、まあそこには、まあ自民党にはちょっと、期待するとこもあったりとかして、やっぱりまあその、自民党は大体中選挙区制にしようとしてるんですよね。まあそういうことでいくと、まあ中小政党もですね、まあちょっと議席が、伸びやすくなると。今までの小選挙区よりはね。まあそういうのもあって、まあ選挙制度改革については、まあ少しは、期待するとこあるんですよね。まあ自民党公明党中心の政権にね、なるのは間違いないと思うんで、まあ唯一期待するとすればですね、まあ選挙制度改革ぐらいかなとっていうのは思うんですけどね。もうそれ以外何にもないですからね。本当消費税増税っていうのは、ね、民主党と同じですしね。まあだからね、まあ悲観的になる人も結構多いと思うんですけど、だからやっぱりそれ、その分ね、どこまで、その、自分たちが、僕たちがですね、頑張らないかんかっていうのを、まあ、やっぱり真剣に考えないといけないと思うんですよね。だからまあ、そういう意味でも、都知事選もですね、本当に、まあ、原発のこととか考えて、誰にしようかっていうのをね、真剣にやっぱ考えてほしいかな、というのは思いますしね。まあ僕は個人的に本当宇都宮健二さん、都知事選ではね、あと総選挙では清水忠さんには、本当に頑張ってほしいなと、思ってるんで頑張ってほしいと、言っときたいんですけども、まあ本当ね、だから厳しい選挙になるのはね、なると思うんですよね。やっぱり脱原発を願う人たちにとってはね。だから本当その、ねえ、だから、その分、政治が頼りない分ですね、まあ、ほんと、多くの人たちが、もう草の根でですね、やっぱ原発を、ゼロにしようということをね、言い続けないと、本当にもう絶望的な、国になってしまうかなっていう感じはしますよね。あと TPP の、問題にしてもね、まあ、どっちかというと TPP 推進の議員の方がですね、多分多く、選挙に勝ち残ってですね、まあ、日本というのは、もう、いやおなしに TPP に巻き込まれるのはね、確実だろうなと。野田総理でさえですね、TPP 参加表明して、解散するとかって言ってるわけでね。だから、どこに出ても TPP っていうかね、橋本さんの維新のとこにしても、だから、せめて TPP 反対をする、政党をですね、まあ、支持してほしいかなと、僕は思うんですけどね。まあ、なかなか、ほんとね、なんかこう、まあ、解散はね、まあ、いいにしても、先は暗いなと、言うしかないんですけども。まあなんとか、まあ頑張っていきましょうということで。